え、すごい。フェス仕様になってる。え、ちょ、スプラ追加。え、なんだこれ。すごい。なんだこれ。これ。ああ。はい、おはようございます。どうも、こんにちは。ふうかちゃんも、こんにちは。ということで、フェスの発表かな？フェスの発表じゃねえや。フェスの結果が出たということで、多分ニュースね、来てると思うんですよ。あ、来ましたね。臨時ニュース。はい。ということで、春フェスの結果が出ました。ひよこ VS、小うさぎ VS、こぐまですね。で、じゃあ、こぐまチームに入ったんですけども、ごめんなさい、本当に寝起きなので、ちょっと頭が全然回っていない。こぐま勝てるか？お願い。こぐまお願い。ホラガイ、特に、ホラガイ一番取ったのは？あ、そう、こぐまだ。俺今回中間発表見てるんだよね。中間発表見てなくて、なんかもういきなり答え合わせをする感覚なんですけど、はい。得票率見てみましょう。誰が一番多いか。頑張れ、こぐま。あ、うさぎなんだ。うさぎか。なんで？あ、でもさ、これ2位のさ、ポイントって結構でかいな。35ポイント。これ嬉しいですね。ひよこ意外と少なかったんだね。なんか待って普通にしたけど。なんか30、30、30ぐらいで思ってたけど、なんか意外とうさぎが多かったね。はい、じゃあ、貢献度。これが一番大事だね。貢献度。この鳥からマッチね。鳥からマッチの貢献度一番大事なんでね。こぐま頑張れよ。こぐまいけ。よし鳥から勝った鳥から勝った。でも、意外と、接戦じゃないこれ。ひよこ結構頑張ってるぞ。最終結果、いけ！こぐまいけ！こぐまいけ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 。行ってくれ。行ってくれ。いけ！よし！よし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 、うさぎビリだ。あれ、うさぎ得票率勝ったと思ってたのにな。こぐまだ。うさぎに負けたと思ってたら、なんか、全然そんなことなかった。こぐま勝った。で、今回なんかそんなに貢献できなかったんですよ。ちょっと忙しくて。春フェスなんだけどね。こぐまは頑張ったな。やった。ひよこも結構強かったから、ひよこ強いなって思ってたし。うさぎもね、得票率多かった。なんかみんないいとこあったんじゃない今回。一方的じゃなくてよかった。まあ、ポイント見るとちょっとね、鳥からマッチがちょっと強すぎた。こぐまが強すぎたとかあるんですけど、まあ、こぐまはね、大きくなると、そういうね、最強になるんで。眠い。こぐまさ、勝ったよ。俺たち勝ったよ。報告しに行ったよ。フェス勝ったぞ。フェス勝ったよ。よかったね。こぐまはやっぱ最強ということで。まあ、なんかの力が働いたのかな。やったー。